こんにちは。ナルト62巻英語版の中の英語を今日も紹介しますね。90ページここです。水月がこの兜を見てちょっとえっていうような感じで言ってる言葉があります。なんかキモいねって日本語版には書いてあるんですけれど、英語では kind of gross、 キモいって感じですね。 kind of が、kind of っていう言葉、要するに口語ですね。 kind of っていう言葉になるんですね。なんか気持ち悪い形をしてますね、兜が。